キャンプはもともと宮崎市役所の職員で立ち上げた団体なんですけど、挑戦をするっていう時に、失敗することって全然あっていいと思っていて、でその時に失敗したらまた戻れる場所っていうのが欲しいなと思ったんですね。でそこを舞台にいろんな人たちが挑戦してくれるといいかなと。まずゴミ拾いってですね、誰でも簡単にできるっていうことで、誰でも町に関われることができるのかなと。で何を大切にしてるかというと、集まった後に、カフェなりで雑談するんですよね。つながっていって信頼できると、いろんなこと話できると思うんですよ。こんなことやりたいんですとか、こういうこと困ってますっていう。で多分一番最初に人に話すっていうことがとても大事じゃないかなと思ってるので、そういう緩いつながりを続けていって、そこではみんないろんなこと話していいんだよ、ここは安心だよっていう場所を作れたらいいなと思っています。でそれの大きくなったものが夢プレゼンだと思ってるんですよ。夢を語る場ってなかなかないと思うんですね。人に対して自分の夢、挑戦はこうなんですよって、で口にすることで誰かがその夢に向かって一押し二押ししてくれる、そういう空間を作りたかった。舞台を作ることがとても面白いと思ってるんですね。で舞台を作ってそこに上がった人たちが輝いていくっていうのがすごく楽しい、それが喜びになっているので、それを続けていきたいなと。やれやれみたいなあとは俺らが何とかするっていう。ベースキャンプの活動に参加して、いろんな宮崎っていうのが見えてきました。街中清掃とかで、なんか宮崎のために行動している人とか、宮崎に対してこんな思いがあるんだっていうのがあって、そうした人と一緒に何かをするにあたって、あ宮崎ってこんないいとこなんだっていうのがあって、自分もそこで宮崎がどんどん好きになっていって、そこで何かしたいっていうのが生まれました。学生でもできることってあると思うんです。なんだろう、宮崎全体を巻き込んでいくみたいな感じのことをやっていきたいです。すごく一歩を踏み出すのって勇気がいるし、いろんな条件とかいろいろ気にすると思うんですけど、その一歩って結構ふとしたことで踏み出せると思っていて、なんていうか懸念していたことだったり無理なんじゃないかって思っていた要素であったりっていうのも、一歩踏み出してみると結構違うように見えて、実際やってみるとできるんだなっていうことをすごく思いました。環境を変える、特に環境を変えるっていうところがマジで僕はすごい大きくて、自分の中で宮崎で例えば何かしらちょっと動き出したら、すぐその、いろんな、なんていうんだろうな、界隈で有名な方にすぐ会えたりとか、その会った方がいい社会人の方にすぐお会いできたりとか、そういうチャンスが多分明らかに多いので、こっちはその少しでもちょっとなんか環境を変えるだったりとか、いろんなところ今いるところをちょっと捨ててみるとかみたいなことでガラッと変わるのは、僕が本当に今までずっとこの半年間ですごい経験してきたことなので。例えばその挑戦したいと思っても、結局挑戦に行き詰まった時とかにアドバイスとかっていう風にある程度こううまくいってる人に聞いたりするじゃないですか。なんか宮崎だとそういう人とすごくつながりやすい、距離感が近いっていうか、気軽に話ができる、その距離感っていうのはすごいチャレンジしやすいなと思います。なんか最近は全然そんなすごい人になろうってしなくてもいいんだなっていうふうに思って、なんかそれよりも自分がワクワクすることとか、なんかこれいいじゃんって思うことに向かっていける、なんかこうあまりこう高い理想を掲げなくてもいいんじゃないかなっていうふうに、はい、っていうことは伝えたいです。そうですね、宮崎では厳しいってなぜか言われてたんですけど、なんか自分が動けばこうやって一つずつ形になっていくので、人の目とか人の声を気にせずに好きと言い続ければ絶対何か形になるし、それに賛同してくれる人が少なからずいるので、自分がいいと思ったことは信じてやった方がいいなっていうのを伝えたいです。女性ってライフイベントで結婚だったり妊娠出産子育てっていうのがあるので、どうしてもこう仕事だけっていうわけにもいかない、そんな中でこうやっぱりこう諦めがちになったりとかするんですけど、もともと持ってるものは同じなので、そういったこう
宮崎が今取り組んでいっているこの動きっていうのはすごく女性にとってもすごくありがたくって、チャレンジしやすい土壌ができていってるっていうふうにやっぱ思ってます、うん、いろんなこの夢とか希望とか、まあ、目標、そういったものを感じやすくなったということですかね。でああいう大人になってみたいとか、ああいう夢を持った人たちがいるっていうことを身近に感じるっていうことはすごい大事なことじゃないかなと思うんですね。僕が信じていることは、熱って伝わると思うんですよ、うん、自分が思っていることを、まあ、本気でやるんだみたいな覚悟が決まったときにそれは伝わっていくんだと思うんですよ。なんかね、それぞれの心になんかこうちっちゃい火がこうポンと灯ってほしいですよね。やっぱ夢って一つじゃなくていいと思っていて、いっぱいいろんな夢を持って、それっていろんな人に会うことでこうブラッシュアップされていったり進化するものって私は常に思ってるんですね。まあ一度限りの人生なんで、夢いっぱい持ってそれを一つ一つ叶えて最高の人生にしてほしいなって思っております。できないこと考えずに絶対できるじゃん、やろうよ、全部一緒にやろうよってしていけば地方は全然変わるんですよ。そんなのがどんどん出てくれば、ニューヨーク、ロンドン、宮崎っていうぐらい世界で比較されるような街にしたいなと思ってるんですね。結構本気で考えてます。今の空気感とスピードからすると多分30年あればいけるかなと思ってるので、そういう街を作ろうと思います。